皆さんこんにちは玉木雄一郎ですいつも玉木チャンネルご覧いただきありがとうございますさて今日はですね皆さんにも非常に関係の深い社会保険料についてやりたいと思います今ですねまあ賃上げをしようということで私もまあ訴えてますけども結局でも玉木さん給料上がっても税金とあと社会保険料が高くて手取りが増えないという声は 全国回ってもたくくさん聞くん聞ですねでその中で今日はですねちょっと皆さんにじゃあどのように社会保険料負担を抑えていくのかということを考える際にですね皆さんが払っている社会保険料が一体どこに行っているのかとこれをですねまず抑えていただきたいので説明したいと思います今日説明したいのは医療保険なんですけども医療保険はですね実は皆さんが どういうお仕事に疲れているのかということによって加入している保険が違うんですね。ここがね、まずね、ちょっと押さえてもらいたいんです。で、今日はですね、主にこう、4つのですね、保険、健康保険について、ちょっとここに書いてですね、で、ややこしいんです、今から言うことは。ややこしいので、ややこしい話が始まるなと思って、ちょっと構えて聞いてもらいたいと思うんですが、 あの保険の仕組みって簡単でも民間の保険も考えてもらったら分かるんですが普段からですね少しずつですね保険料を払っていざという時にはですね大きな怪我をした大きな病気をしたっていう時にはですねその保険給付を受けられるとまあ医療の場合で現物給付というかですねその行くばっかあのその時に自己負担払ったら、えー、病気や怪我病院行ったらですね安く診てもらえるとそういう仕組みですよね。で私の入ってる 市町村国保国民健康保険はですね、じゃあどういうあの収入支出になっているかというと、当然ですね、保険料も払ってるんですね。私も保険料払っても。で、実はその市町村国保っていうのはですね、高齢者の人が多いから出ていくのが多いんですよ。普通はその保険制度っていうのは、それは例えば第一生命でも明治生命でも。 おね、いろいろ生命保険会社ありますけど入ってくるものと出るものを調整して初めてですね企業って成り立つんですけどあの市町村国保は高齢者ばっかりってかほとんど高齢者でかつ、まあ、加入している人が自営業の人とか非正規の方なんで保険料収入が少ない、まあ、年代的なものもあるしそ,のそもそもですね、えー、例えばサラリーマンだともう源泉徴収でがっちり取られますけど。 まあ補足率がが低いとされるる人も入っているのが、えーまあ、市町村国保なわけですねでその意味でいずれにしても保険料が2.3兆円しかないのでで出ていく給付費はですね病気や怪我で使うお金は8.3兆円ということなのでその差額をですね公費つまり税金でその差を埋めているわけですね。 で、さらにですね、なんか埋めてるものがあるなと思って、何を埋めてるんだろう。それがどっかからお金が来てるんだけど、組合憲法、そして、協会憲法ってとこから埋めて、この青いところが埋まってて、それでようやくこの給付費が賄われてるんですが、この青いものが何かというと、これがですね、まず前期調整金といって、これはですね、 あの前期高齢者の方々をですね支えるために他のちょっともはっきり言って少し豊かな、えー、保険者からですね健康保険の枠組みからお金をですね、えー、仕送りのようにもらってるわけですねでこれがですね、えー、合わさって初めて市町村国保ということは成り立っている ということなんですでじゃあお金を頂い,いてるですね、えー、健康保険組合はどういうのがあるかというと一つはですね、まあ、大企業なんかが結構入ってるその組合憲法っていうのがありまして、えーまあ、大きな企業のですね健康保険組合これ企業ごとにやってますけども保険料が6兆9千億入ってでわずかですけど公費、まあ、も入ってるんですが基本的にほとんど 保険料が入ってきてきそれをその例えばねトヨタならトヨタ私の地元だったら百獣子銀行の、えー、健康保険組合があってその従業員さんから保険料頂い,いて従業員さんが、えー、病気や怪我したらですね給付をしているということであの保険料でちゃんと給付は賄われてるんですがただそれだったらねこれ見て頂くと給付費と保険料保険料が多いから。 でもっと保険料減らしたいいじゃないかと思うんですけど何か別のものにですね支出が使われてるんですねその一つがさっきこの市町村国保高齢者が多くてですねちょっと財政的に厳しいというところにこの前期高齢者調整金ということでまあお金をですね差し上げているわけですね他の、えー、医療保険に1.5兆円ですね保険料の中からまあプレゼントしてるんですよ そのプレゼントをもらうことによって、私の属している、佐、え、野、ー、市の国宝を回っているという構造になってます。で、もう一つお金をプレゼントいただいているところがあって、それは協会憲法と言い,いまして、これはですね、どちらかというと中小の企業なんかが加入している健康保険組合で、で、保険料が8.1兆円あって、で、公費からですね、1.2兆円入って、 その給付を賄っている。ただ、公費が入っているのに、その保険料の方が多いんだから、別にこれ公費入れなくてもいいじゃないかと思いますが、そのじゃ給付以外に何に使っているかというと、さっき言った前期調整金ということで、1.5兆円ものお金がですね、私の入っている市町村国保を支えるために、プレゼントのために1.5兆円使われですね。そして、この赤いところなんですが、今日のテーマなんですけども、 この、協会憲法も、組合憲法もですね、この赤いところ、2兆円、1.9兆円、これね、どっか行ってるんですよ。どっか行ってる。しかも、この、組合憲法と協会憲法からプレゼントをもらっているにもかかわらず、人からお世話になっているかかわらずですね、なんとこの市町村国法は、プレゼントもしているという状況になってまして、じゃあその、協会憲法も、組合憲法も、市町村国法も、 誰にプレゼントしているかというと、これです。75歳以上の方がですね、共通して加入する後期高齢者医療制度というところで、これ見てもらうとわかるんですが、病気、怪我、ね、そのための給付をしてますが、これ5.7兆円、3.5兆円、8.3兆円ってありますが、この後期高齢者医療制度は15.3兆円で、一番給付が多いんです。 だもう当たり前ですよね。75歳みんな年取ってくると、それはもう若い人、サラリーマン、現職の人とかね、よりもやっぱり病気や怪我になる確率上がるし、やっぱり普段ね、病院に行くという人もいるで、まあそれは仕方がない。で、この75歳以上の給付を賄うために、7.7兆円の公費、つまり税金から お金が入っているのと、あとまあ75歳以上の方からもですね、保険料いただいてますから、1.3兆円入ってくると。で、これじゃですね、とても賄えないので、なぜかとと何かというと、さっきあったこの差額を埋めるのがですね、協会憲法、組合憲法、市町村国保からこの赤いところですね、これが後期高齢者支援金という形で、これが入ってきて初めてですね、後期高齢者の給付を賄うことができていると。 こういうですね構造になっているんですこれは学校で教えてくれません <laughs> いずれにしてもですね皆さんこれを注目してもらいたい改めて注目してもらいたいのはそれぞれの病気や怪我をした時の給付は例えば協会憲法だと5.7、えー、組合憲法だと3.5、えー、市町村公共でも8.3兆円の支出なんで保険料はその範囲で入ってくれば回るわけですよね自分の健康保険組合を回すためだけなでも その給付以上の保険料を取っていてでじゃあその差額はどこ行ってるかというと全部他の健康保険組合を支えるためのプレゼントになってるわけですよで一番ですねそのこうプレゼント比率が高いのがこの組合憲法でその従業員たちの病気やけが家族の病気やけがに使われるのは約半分ですよただまあ そのみんな年を取ってね健康保険組合にあの加わってる方も会社を退職すればねこの住んでる地域の市町村国保に移ったりしますから一定程度制度間でですね支え合っていくっていうのはあの悪くはないんですがちょっと現役の人からするとある程度は分かるんだけどその納めたものの半分以上が他の保険制度健康保険制度を支えるために使われるのは どうなのということがかなりですね、もうちょっとギリギリの負担の状況になってきているというのが現状なわけですね。ですからじゃあどうすんだということなんですが、じゃあ保険料を下げましょうとなったら、この拠出金が減っていくわけですから、じゃあ減ったらですね、給付を賄えないので、どうするかというと、保険料をですね、その75歳以上で ちょっと余裕のある方はですね、もうちょっと保険料払ってくださいというようにする。あるいは国費を、公費をですね、もうちょっと入れる。あるいはここには書いてませんけども、自己負担率を上げてですね、例えばまあ今、高齢者の医療は1割で見れますとか、まあなってますが、まあ現役はみんな3割負担ですよね、原則。だからここをですね、原則2割負担にするとか、原則3割負担にするというようなこともしながらですね、 その給付を賄うものを他の保険特に現役世代の加入している健康保険組合からのプレゼントに過度に頼らないような体制にしていかないとこの現役の皆さんの負担がですねこれからどん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 上がっていくということなのでまあこの辺の整理をですねこれからしていかないといけないと。非常にこのなていうかな 今脆弱な医療制度の中で我々は高齢化を迎えているということなので、これはねぜひねみんなで考えていただきたいと思います。この改革についてはですね、ツイッターエックスでも発信をしています。で、他の党でもですね、社会保険料負担を引き下げようということを言っている政党もあります。例えば、えー、日本維新の会などはですね、経済対策としてもまあ3割社会保険料を引き下げると。 例えばねそのそうなったらこの穴の開いたところじゃあ給付を3割とか引き下げるのか保険料を上げるのかあれ窓口負担を3割にするのかでも3割に窓口負担をに上げたとしても財政的にはプラス1兆円とかぐらいしかですね1兆か2兆かの改善効果しか最大見てもないと思いますね。 じゃあ今度公費ーーをその分これで埋めていくのかという話をすると今度じゃあ他何削るのかあるいは増税を本当にするのかねそこはねやっぱ逃げずにあの言わないと単にこの保険料を下げるというのはポピュリズムになってしまうのであの税について私も減税とかあるいは教育についてはですね子育てについてはあの教育国債発行しろと言ってますがやっぱりこの社会保,あの社会保険というか あの社会保障についてはですねやっぱりまあ公費が入っているといえども基本的には保険の仕組みなのでやっぱりその負担を軽くするというのであれば給付をどうするのかというのはやっぱここはねある程度セットで考えないとただただ社会保険料を下げますよじゃあそれはどうするんですかっていうことはやっぱきちんと言わないとですね増税なんですか歳出カットなんですかじゃあ給付本当に何兆円も削れるようなね その夢のの夢ような方法があるのかここはねやっぱり責任を持ってあの語ることが必要だと思いますあの。社会保険料を引き下げようということに踏み込んでいることは敬意を持ってますが、まあ、我々国民民主党も言ってますけどこ地味なのはこれね相当、まあ、私制度がいろいろ知ってるがゆえにです、ね、ここに踏み込むことの難しさはですねもう10年以上このことをやってきましたからそう簡単ではないんですよね。 でもその中でも持続的な、そして若い人の現役の負担をこれ以上増やさないようなですね、改革は不可欠だと思ってますので、知恵を絞っていきたいと思います。それでは、玉木チャンネル登録お願いします。